お元気ですか？僕趣味です。今回はカップヌードルスーパー合体シリーズ2のパート3、今度は辛麺とニンニク豚骨味を、試食したいと思います。早速お湯入れて食べていきたいと思います。はい、それではね、食べていきたいと思います。辛麺とニンニク豚骨、これ結構これはね相性いいと思いますのでね、早速開けたいと思います。はい、ね、さっき言った通りこれはね当たりだと思います。ではいただきます。あ、これね、あの辛いです。辛いけどね、うまいです、うん。さっき前に食べた、なんだっけな、まあ、焼きそば弁当のかなり辛いあの焼きそば弁当と同じぐらいかな。それよりも若干辛さが少ないレベルかなっていう感じのね、辛さでございます。ただこれね、辛い人が苦手な方はね、あまりおすすめしませんけどね。はい、これ寒い時なんかはね、結構いけるんじゃないかと思います。よかったら皆様もぜひね、ご購入して食べてみてください。以上でございます。で、パートね、4で、またお会いしましょう。ちなみにパート4でね、この合体シリーズは終わりでございますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。改めてありがとうございました。